横浜キャノンイーグルスの練習拠点キャノンスポーツパークに集まったファン450人に紹介されたのは、桐蔭学園で選抜優勝を経験したフッカー、筑波大学の平石隼選手と、今年度の関東大学リーグ戦最優秀選手、東海大学の武藤由良選手です。チームへの合流はこれからということで、この日行われた練習試合をスタンドで観戦した2人。試合後初めて行ったファンサービスでプロになった実感をかみしめていました。よろしくお願いします。リーグワンの選手になったなっていう実感は今日改めてすごい感じることができました。アタックのボールを持ったキャリーの部分見てほしいなと思います。すごい愛されてるチームだなと思いますし、こういう経験なかったんで、まあ、改めて今日で実感したというか、ファンの皆様の前でいち早く活躍した姿見せれるように頑張りたいと思います。